今回だけあんたの背中を守ってあげるわ。分かったらとっとと奴らをぶっ殺してきて。おかえりみたいな挨拶を期待してた。はっ、バカバカしい。悪くない食事ね。こんな雑魚相手に何手こずってるの。さあ必死に耐えて、そして死になさい。私の領域を汚すことは許さない。ふん、おごるんならもっと様になるようなものをおごってよね。私にちょっと子供っぽいところがあるって。それは貴族特有のわがままってやつだわ。そんなのとっとと受け入れちゃった方があんたのためよ。報酬を得ることより相手を倒して屈服させた時の快感がたまらないわ。もしかしたら私、とんでもない暴君になる素質があるのかもね。ズルするやつはギロチン送りよ。私を見習ってね、庶民の皆さん。今日からあんたが私のトナカイよ。だから元気出しなさい。これからは私、あんたにいろんなところへ連れてってもらうんだから。ありふれた味ね。まあお気持ちだけは感謝するわ。私の口に合わなくもないわね。ありがとう。あんた、自分はなぜここにいるんだろうって考えてみたことある？私はね、お家の事情ってやつが 4%、 運命ってやつが 6%、 残りの 90% は単なる趣味って感じかな。こんばんは。あれあれ、私にダージリンを入れたいって顔してるわね。それじゃあ仕方なく許可してあげるわ。私の手からは永遠に逃れられないんだから。は？待機するなんてご冗談。私は敵をぶち殺すために来たのよ。なんで馬の形をした BM がないの？もしあればそれこそ貴族にとって一番ふさわしい乗り物になるのに。一生に一度しか着れない服を着たわ。あんたはどうなの？私のナイトさん。今回だけ私の体を見ることを許すわ。でもその代わり私に日傘をさしてちょうだいね。悪くないわ。お礼としてあんたに領土を分けてあげましょうか。ハロウィンのルールは知ってるわよね。まずは私にお菓子をちょうだい。次に私を笑わせるために変な顔しなさい。賞金ハンターのシルビアよ。出身なんてどうでもいいでしょ。敵を倒すことが目的なんだから。賞金ハンターの中には面白くて可愛いやつらがたくさんいてね。早くあの子たちを私の仲間に引き入れたいわ。ああ言っとくけど、あんたはその中に入ってないから。
地獄で私を褒めたたえなさい。うん、これ珍しい味ね。悪くないわ。変なの。あんたって身の回りを整理する使用人すら雇ってないんだね。ここは情報収集や喧嘩をするのにもってこいの場所よね。今の私にはこんなティアラ、何の意味もなさないものなんだけど、まだこれを手放す気にはなれないの。やる気あるの？まずあんたたちに一撃食らわせましょうか。やっと私に新しい装備をくれるの？これで終わり？弱すぎ。アリを潰してた方がまだ楽しめるわ。カードゲームなら私に勝てると思ったの？この茨の女王に弱点なんてないのに。賞金ハンターなんて全然先が見えない家業なんだけど、私はそこが一番魅力的だって思ってるの。食事作法に社交ダンス、かつて私が学んだスキルは全部使い道のないゴミへと変わってしまった。でも趣味のハンティングの知識だけは今でもいろいろと役に立ってるわ。いい度胸してるじゃない。賞金ハンターの連中に私のことを茨の女王って呼んでるやつがいるみたいなの。本当にムカつくわ。別に女王ってとこだけでいいじゃない。バラにはトゲがあるけど、私はそんなに付き合いづらくはないわよ。信じるかどうかはあなた次第だけど。BM を勝って敵を潰していく快感って何度繰り返しても全く飽きないの。もし私を追放した連中をこの手で握り潰せたら、きっとそれ以上の快感なのかもね。元旦ってお年玉を配らなきゃならないの？でもおあいにくさまね。私は現金なんて持ち合わせてないわ。あるのはボロボロのお城だけ。そんなのでよければ慎んでお譲りするわ。安心して、あんたの命には何の価値もないから。カードゲームのやり方を教えてあげましょうか。代金はそうね、あんたのすべてってことでどう？面白いものね。私にくれるの？某古代国家の競技場をモチーフにしたイベントで盛り上がってるみたい。あんたも出場して恥をかいてくれば？やることがないなら私の武器を整備してきて。ご褒美として、そうね、爵位でも与えようかしら。素敵なお祭りね。これより騒がしいやつなら何度も見たけど、こんなにのんびりと過ごしたのは初めてだわ。出撃するの？やっとあんたのムカつく顔を見ないで済むわね。
そう。知ってると思うけど、私はかつて領土を持った貴族の継承者だったわ。でも今はもう、その場所はただの廃墟と化してしまった。誕生日おめでとう。今日だけは私のナイトになる資格を与えてあげるわ。私のことちゃんと守ってよね。調子に乗るんじゃないよ。やるじゃないあんた。私のティアラが欲しいなら戦闘中に奪ってみれば？何困ったような顔をしてんのよ。そんな顔をしたって何も変えられないわよ。私が戦場で殺戮を繰り返すのは、それが私の生き方だってこと。他人に指図される筋合いのことじゃないわ。